どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、動物の森 E プラス実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、ハッケミーに会っていきたいなと思います。まあ、集まれ動物の森にはまだ登場していないんですけど、占い師のハッケミーが多分今日来るんじゃないか。特に変わったことはないであります。大変平和なミネ村であります。マジか。12月の30日にハッケミーが来るみたいなことを聞いたから、なんとなく12月30日にしたんだけど、もしかしたら2009年だったか、2年前かもしれない。今が2011年の12月30日にいるんですよね。結構過去に遡ってるんだけど、年を間違えたかもしれない。あ、ちなみに2階の部屋を少しずつ改良していってます。クリスマス家具を大量に配置したんですけど、可愛いクリスマスツリー、クリスマスツリーも飾っとくか。ロボコンポどうしよっか。あの化石とかも全部どけたいよな。むしろこれ寄贈したいまである。片付けようと思ったけど持ち物欄がいっぱい。クリスマスツリーを飾って、まあクリスマスの準備していきますか。さあ、ドンキーコングもここに出しておいて、これなくしたら結構心折れるやつだから、なるべくなくさないように注意しながら、まあこれからね、少しずつクリスマスに向けてこちらの家具を集めていけたらなと思います。今までね、動物の森プラスで部屋の整備ってやってこなかったから、まあいい機会かなと思ってちょっとこちらを進めております。さあ、2009年に戻りましょう。いやー、どうだったかな。いや、このシリーズでハッケミーに会ったことがあるのかどうか実は覚えてないんですよね。多分会ったことないのって、あとまあハッケミーとまあ、ラケットさんもね、多分登場すると思うから、まだそこら辺に出会えてないっていうのが心残りではある。変わったことは特に変わったことはないであります。大変平和なミネ村であります。あの人何曜日に来るんだろう。よし、こうなったら意地でもハッケミーに会っていきましょう。お、鎌倉に誰かいるぞ。どうだミネット、この鎌倉でかいだろう。そうだミネット、せっかく遊びに来たんだし、おいらと勝負しないか。だ、いいよ。よーしミネット、立派なスポーツマンシップだ。それじゃあこれからおいらがお前と剣道をしているところを想像するから、おいらがどの技で勝ちを決めたか当ててみてくれ。だ、3回連続で当てたらこの勝負はお前の勝ちだ。なんかタダでやるよ。あ、タダでこっちがくれるんだ。いいね。1回でも間違えたらその時点でお前の負け。おいらの月面移動車を買い取ってもらうぞ。めっちゃいい額もらえるな。月面移動車もらえるんだって。それじゃあ行くぞ。だー。どりゃー。面、小手。なんか一発目で決めてきそうじゃない。面。お、惜しいな。その技はとっておきで使わなかったんだ。残念だけど不正解だ。約束通りおいらの月面移動車を買い取ってもらうぞ。うんと、それじゃあ、安っ。月面移動車が360ベルで。こんにちはであります。いつもいつも忙しそうでありますね。変わったことはない。郵便配達のペリオさんの片思いはどうなったのでしょうね。本館は持ち場を離れるわけにはいかないので直接話を聞きに行けないのですが、朝9時と夕方5時に配達の時間にミネットさんのお宅の前で待っていれば、配達に来たところをつかめていろいろ聞くことができるかもしれないであります。あ、そうなの。ただし配達される手紙がないと待ちぼうけを食らうかもしれませんが、であります。これ次やってみよう。こんにちはであります。いつもいつも忙しそうでありますね。ところで本館に何かご用でありますか。変わったことでありますか。お、来ましたね。そういえば2月1日に占い師のハッケミーさんがミネ村に来るそうであります。中にいる本館の相棒が言ってたことなので、多分という自信のない情報でありますが、であります。2月の1日か。相棒っていうには年離れすぎじゃない。ここにあるものは持ち主がわからないものです。お持ち帰りいただいて構わないと思います。多分ベル落ちてるんだけどこれ持って帰ったらダメでしょ。お金100ベルだったと思います。お持ち帰りになるんでしょうか。あでもそれ以上はお持ちになれないようです。あ、ごめんなさい、すいません。以後気をつけます。持って帰れるんだ。これもらっとく。引き取っていただけるんですね。大丈夫です、問題ないと思います。多分他に何があんの。ゴングか。あ、それは確かすごい名画。欲しい。何これ。普通に名画集めてるんだけど、これ回収してちょっと手紙の中に入れといて、持って帰れるもの持って帰ろうぜ。すごい名画をもらえる。これはひな人形。これはバラの壁紙か。こっちは黄色いドラム缶。いやうちのねミネ村の特産品がリンゴだから、いやだから落ちてんのか。そりゃそうだよな、うちの特産品だから落ちてて当たり前か。ウォンテッド、よし2月1日にしていきましょう。よし OK、 調べてきたんですけど21時から翌の9時までらしいんですよ。本当か？そんな深夜に来るようなやつなのかな。ところで本館にどんなご用でありますか。買ったことは3丁目5番地に怪しげなテントが張られておりますが、あれ占い師のハッキミーさんのテントであります。ミネタさんを占ってもらうのでありますか。よく当たるので気をつけてくださいであります。よく当たるって言われるんだ。よし、じゃあ3丁目5番地に行ってハッケミーに占ってもらいましょう。いやでも俺これよりも正直ペリオの方が気になるんですよね。いやペリコとねペリミとペリオの三角関係がめちゃくちゃ面白くって、これ自動ドアなんだ。活かしてるねハッケミー。たぬき商店より進んでるぜ。自動ドアなんですけど、見るとこそこじゃないか。水晶玉で占ってくれるのか。最近はトランプだったり水晶玉だったり。ゲハモルターゲハモヌラター、あなたの運勢をたったの50ベルで占ってくれんの。安っ。動物の森多分ね初代とプラスと E プラスは値段変わらないと思うんですよ。だから一律で50ベルだったとして、老い森と町森は100ベルなんですよね。で飛び出せ動物森は500ベルなんですよ。めちゃくちゃ値上がりしてるな。動物森 E プラスから飛び森までに約10倍値段が上がってます。あつ森に登場したらどうなるんだこれ。占って。それでは始めましょう。ケハモルターケハモヌラターウタスリクバツユママユツバクリスタル。あ、ここは変わらないんだ。きれいに迫力がない。5本出ました。なんだこの気の抜けた出ましたは。ねじり鉢巻きをした。ねじり鉢巻きウッキウキじゃんハッキミ。アイドルタレントが体育館の裏で大騒ぎしている、そんなシーンが浮かんで見えます。これはですね、つまりいいことがあるかもしれないしないかもしれない、ひょっとしたら悪いことがあるかもしれないけれども、細かいことをくよくよせずにいつも通り思うがままに自分を信じて行動しなさいと、まあそういうことですね。特に気にするべきことは何もありません。以上でございます。じゃあ50ベルいただいておきますね。しかも後払いなんだ。そういうところ優しいね。これがハッケミーか。もう一回入ったらどうなる。あなたの運勢をたたの何回でも占ってくれんの。それでは始めましょう。くねくねとうごめくランドセルが駅のホームの上で呆然としている、そのシーンが浮かんで見えます。これはですね、つまりいいことがあるかもしれないしないかもしれない、ひょっとしたら悪いことがあるかもしれないけど、細かいことにくよくよせずに、あ、変わらない。占いの結果自体は変わらないんだ。後ろには行かしてくれない。さすがに行かしてくれないか。まああんまり深刻に受け止めずに都合のいいことだけ覚えておけばいいのです。どうしても不安になったらまたおいでください。ではまた。最後にこの月面移動車ですね、いくらで売れるのか試してみましょうか。何をしてる。ロッキングチェア、あつ森には欠かせない家具じゃないか。360ベルだもんな。360よりも上だったら勝ち。高っ。640ベルで買い取ってくれるんだって。じゃあ、あの試合本当に勝っても負けてももうこっちにはプラスしかなかったってことだ。いいやつだなセクサー。ちなみになんかある。付箋蝶ズバチ、こんな家具あるんだ。あんまり見たことないな動物森で。これはマンホール、これは苔のついた庭石。まあここら辺はねいろんなシリーズで見たことあるんですけど、これだけは見たことないな。おいもりにもあるかどうかわからんレベルだ。よし、OK です。というわけでですね、今回はハッケミに会ったというお話だったんですけど、それ以上に衝撃的だったのが、この講話の中だよね。とんでもねえものがたくさん落ちていたというお話でした。ちなみに服はカラーモザイクな服。カラーモザイク。すっごい。こんなもの落ちてんの。俺の村。氷いちごの服。もらっておく。これはつくしの便箋。もらっておきます。ちなみに氷いちごの服はこれか。あー、これは見たことあるな。多分持ってるわ。いやー、とんでもねえものがたくさん落ちてるなというお話でした。今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。